三浦淳が、霊系と命名したデザインのもの。この画像内には3体が映り込んでいる。滋賀県犬上郡と里町。飛び出し坊やとは、児童が道路に飛び出して、自動車などと接触する事故を防止する目的で、ドライバーへの注意喚起のために、通学路などに設置されている看板のことである。横断機の入れ物を兼ねるものもある。正式な名称は存在せず、飛び出し人形。 飛び出し小僧、飛び出し君、飛び出し注意君、飛び太君などとも呼ばれる。飛び出し坊やの名を一躍世間に広めたのは、イラストレーターの三浦淳であるが、最近では、実は飛び出さない、坊やの方が正しいのではないか、とも言っている。元祖である霊系には、飛び出飛び太しという正式名称がついている。交通戦争と呼ばれた昭和30年代頃から、 ドライバーに飛び出し注意を促す看板が日本各地で制作されるようになり、児童が道路に飛び出す姿をモチーフとするものも現れた。はじめは板に児童の絵を描いただけのものが多かったが、後に児童の形に板をくり抜くタイプが生まれ、そちらが主流となった。現在では東北地方から九州まで日本各地にあるが、特に近畿地方に多く、 滋賀県内の設置数は日本一と言われる。飛び出し坊やは滋賀県妖怪地市社会福祉協議会の発案によって1973年6月に地元の看板制作会社、久田工芸で男の子型と女の子型の11体の飛び出し人形が製作され、妖怪地市内に設置されたのが始まりとされる。 三浦淳は、ここで制作されたものが現在主流となっている、飛び出し坊やの元祖であるとして、霊系と命名している。飛び出し坊やへの関心の高まりとともに、滋賀県内では、霊系をもとにしたゆるキャラや、グッズや文房具なども作られている。制作、設置は主に地元の PTA や町内会が行っている。飛び出し坊やは縦看板や上りなどと同じ道路。 専用物であり、民有地以外に設置する場合は、道路管理者の道路専用許可が必要であるが、交通安全啓発を目的とするものであるため、無許可で設置してあっても黙認されているケースがある。しかし、設置場所や設置方法によっては飛び出し坊やが通行の妨げになる場合があり、都市部で見かけることは少なくなっている。例えば、2003年9月に、 兵庫県神戸市西区で乗用車と飛び出し坊屋の接触事故が発生し、飛び出し坊屋を設置した地元の小学校 PTA が車の修理費用を負担した事例がある。他、滋賀県大見八幡市安土町では地元の中学生が手掛け設置した飛び出し坊屋が2019年11月までに一部が盗難に遭っていることが明らかになっている。目に入りやすい。 デザイン色使いが多い。手作りのものとホームセンターで売られている既製品がある。地域や年代ごとに様々なデザインがあり、特に手作りのものは細かなデザインの違いが多い。児童に人気のある漫画やアニメのキャラクターが描かれることも多く、中には著作権上問題となりそうなものもある。その地域の特色にちなんだご当地もののデザインも存在し、 交通事故防止だけでなく、町おこしに活用する動きもある。坊やや、小僧などの名称からわかるように、多くは男の子のデザインであるが、女の子や高齢者のデザインもある。一部の飛び出し坊やには、顔の部分に写真をはめ込んだものもある。そのバリエーションの多さとユニークさから、三浦淳など飛び出し坊や撮影を趣味とするものがおり、バウや ABC テレビ、探偵、 ナイトスクープや TBK、サクサクなどメディアで取り上げられることもある。ありがとうございます。